はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、1月21日、今日、こちらで最後の動画、ニュースで見ていきましょう。最後はね、本当にね、ディガー夫妻のお話ですかね。久しぶりかな、直接ディガーニュースはね。でもね、内容的にはこれ別に進展とかじゃないと思うんですよね。だからもううんざり、めんどくせえ、飽きた、つまんねっていう人はね、見たらダメですよ。いや、実際なんかこう、新しい部分って多分なさそうです。なんかどうやらニューヨーカーっていうのかな、現地ニューヨークの人たちはこの小室眞子さん小室圭さん夫妻をどう見てんのかみたいな、その程度の話なんですよね。まあ一応ね、このちょっと年明けてね、ニューヨークの状況どうですか的な内容もあると思うんで、まあ取り上げさせていただいたんですけども、世の逆風をものともせず逆風ね、自らの意思を貫き結婚しなんか美談に仕立て上げられてるよ日本の歴史における、言ってみればもう過去最大級の汚点じゃなかったのあれは、ニューヨークで新生活をスタートした秋篠宮家の長女小室眞子さんと小室圭さん夫妻、二人が当地で暮らし始めてから2ヶ月が経過。ああ、もうそんな経つんですね早いっすね。日本では夫妻の、同棲に関する報道がめっきり少なくなった昨今、そうっすね、移住先のニューヨークがどうなのかだって、だから一般のこのニューヨーク市民かな、州民か、ニューヨーク市民かは2人のことをどう見てるのか何誰ともなんか仲良くしてくれなくてハブられちゃって差別だみたいな、精神的苦痛をみたいな感じであそれを理由にあれかな、ね、試験も受けずにね、なんかこう逃げ帰ってくるみたいな、それでこの2月からね、この渋谷で豪遊再スタートみたいな、そういう感じにするつもり仮にそうだとして、ニューヨークの人たちに受け入れられなかったのは誰のせい、自分たちのせいじゃないの。だってニューヨークはニューヨークで大変でしょ、物価は上がるしさ、ね、だって相当お金がかかるっていう話でしょ。それをね、自分で稼ぎ上げてるんだったらまだしも、ね、日本のこの税金を使ってね、なんかもう無理くり贅沢させてもらっているなんてこと、多分だって現地の人にだってもうとっくにバレてるわけでしょ。あれバレてないのまだアメリカにはまだないしょそんなことないと思うけどな。それでもし仮に反感買ってさ、っていうんだったら、それこそ自業自得じゃんね。まあいいんですが、2021年末、オミクロン株拡大により、ニューヨーク州での1日の新規感染者数はかつてないほど急増。1日5万人を超える日が続いていると。日本のどっこいどっこいじゃないですかね。ただアメリカじゃないですね。ニューヨーク州での話ですよ。で、入院が必要なほどの重症患者数も、20年3月ほどではないにしても、増え続けていると。で、この辺のパンデミックの状況はいいな。夫妻の話はどうなってんのかな。ニューヨークメディアの報道ぶり、アメリカの主要メディアは、小室夫妻の結婚の際、日本で起こっていた騒動について報じていた。オピニオンリーダー的なニューヨークタイムズ。ワシントンポストから、ビジネス経済系のウォールストリートジャーナル、大衆紙ニューヨークポストまで、写真付きで2人の結婚騒動について取り上げたと。これも別に改めてね、見るまでもないのかな。なんかラーメンすすってたっていう話、なんか1杯3000円とかの。で、まあアメリカメディアよりも、なんか英国、デイリーメールとかさ、ね、だからアメリカ、ニューヨークの人たちからすると、この海外メディア、英国とか、あとはまあなんかそのメインじゃなくてこのタブロイド紙とか、なんかこのゴシップとかを扱うようなところとか、まあ、個人でやってる YouTuber なんかが結構未だに活躍しているみたいな、活動しているみたいなことが書かれてるんですよね。でも別に新しい画像とか映像とか別に上がってないからな。まあなんか、そう、最後かな。ニューヨーカー。ニューヨーク在住のニューヨーカー。生まれも育ちもニューヨーカーっていう人たちはどう見てるかっていう、この部分かな。これも別に大したことは書かれてないんだよな。まあなんかこの記事書いてる人がね、まあニューヨーク在住のジャーナリストの方らしいんですけども、この人の周りにも一人だけだって、この小室夫妻のことをなんかこう、好意的に受け止めてる人は。ってことは、ほとんどの人が無関心。
あるいはなんかもうちょっとなんかに例えばもともと日本のこの歴史とか文化とかに興味があった人で、あどうなんだろう、なんでこれ日本で、ここまでこのなんかこう受け入れられないというか、このね、このだアメリカの人からすれば、あそのなんていうのかな、例えばこの小室圭さんのこの家庭環境とかさ、ね、どんなこと言ってどんなことやってきたとかって、この日本国民が例えば僕みたいなこのね事実をもとにこの指摘して批判してるっていう動きまでは知らずに、だってほらなんだっけ、あのほら、僕のチャンネルで動画でも取り上げたこのアメリカ人のほら YouTuber の方でね、最初は誤解してたけどね、うん、よくよく調べてみたらね、あのなんで日本国民に祝福されないのか分かったっていう、名前ど忘れちゃったな、あブルックリンさんだ、うん、あれ違ったっけ、ブルックリンさんだったよね、うん、みたいな感じで、よくよく自分で調べて、確認した人はまああの少数だけれどもけしからんっていう格好になっちゃうよね、どうしてもね、うん、だからまあその相変わらずこの記事書いた人の周りに一人しかいなかったとね、なんでだと、祝福してあげようよとね、日本のなんかこの古臭いなんかこのしきたりというか、なんかその封建的な、うん、から飛び出してね、自分のね幸せを追求するのが何がいけないんだみたいなこと、ほらね、結構無責任なこの発言発信、このツイートしてる人とかもいたじゃないですかね、うん、っていうああいう調子の人もごくごく少数になってしまったと、ほとんどの人がもそもそも興味がないと、誰それみたいな、うん、で、もともと日本に興味があってよく調べてみた人は、うん、ああそれは日本国民に受け入れられないのも当たり前だよねってなっちゃうと、うん、まあ、つまりニューヨークでもね、受け入れられてないってそういうことですよね、これね。ニューヨークでいじめられちゃったんだってさ。うん。っていう被害妄想かな。うん。そっか。じゃあ、いよいよね、もう結構もう去年の段階で、この、判明してましたけどもね、あの、渋谷邸あったじゃないですか。あの、青山のね。一棟丸ごと借り上げて、月何でしたっけ？家賃だけで4000万とか5000万とかでしたっけ？で、実際もう、うん、今年の2月から、11月まで、とりあえずもうなんか抑えられちゃってて、ね、新規申し込みが受け付けられない状況だ。だからやっぱり2月には帰ってきてここで暮らすんじゃないかって言われてましたよね。あれが本当なのかな？っていうのをなんかこの何て言うかな、隠れ蓑じゃないけど、この偽装、実は本当はもっとすげえところにすげえ邸宅を用意されてるとかじゃないの？だって手出そうと思えばね、うん、我々一般国民もなんか手出せる、いやもちろん誰でもってわけじゃないですよね、うん、その程度に落ち着くかな、金さえ積めばどうにでもなる程度のところに落ち着くかな、僕はもっとなんかすげえこと企んでんじゃねえかなって警戒してるんですけどね。具体的にどこでどんなんっていうのはちょっとよくわかりませんけども。例えばいわゆるこの不動産とかでもさ、ね、あれ日本も結構もう価格が釣り上がってきてるっていう話でしたっけ？東京23区とかだと。まあなんか中国人のせいだなんていう人もいますけども。なんだろうな、ほら、いわゆるこの高級物件ですか、例えばマンションじゃなくてそのオークションみたいなね、何億何十億っていうそういう金額の物件ってね、我々一般人の目にはなかなかこのね入らないし、入ったところでどうすることもできないようなやつ、ああいうのってほらね、特にこれバブルの頃の話だから今時もそうなのかは分かんないですけど、もう図面引いた段階でね、どこの誰が購入するっていうのがもう決まってたみたいな、そんな話もあったじゃないですか、うん、今時がどうなのかわかんないですけども、でも例えばほら、ね、この、なんだろう、住宅情報館じゃないですけど、スーモとかさ、ああいう一般の我々が検索して、この調べられるような、そういう、このね、我々一般人でも調べようと思えば調べられるような、そういうところに情報が上がってこないような、そういうもうほんとごくごく一部の人間しか、そもそもなんかこう、ね、ギャグでも冗談でももう申し込みなんかできないような、うん、そういうすげえ不動産って多分まだあると思うんですよね。そういうとこに住むんじゃないの？普通に、うん。だって仕事してなくたって関係ない。税金で行くんだからさ。っていうぐらいのことをね、多分企んでやらかしてくれるんじゃないのかなって。うん、いや別に楽しみにはしてないです。うん、だってもうね、はなから我々日本国民のことなんか眼中ないでしょ。あの人たちは。うん、まあ、ある種、諦めですよね。うん。もう言ってもしょうがないみたいな。半島のあの人たちと同じような扱いですよね。うん。説明したって、伝わんねえみたいな。うん。
や本当はそんなんじゃいけないと思うんですけどもね、うん、どうしたもんですかね。だから結局この2月に帰ってくるわけでしょ、うん、だからまあそのなんていうのかな、あれですよ、まあ試験も控えててね、でももうそもそも受験資格もなくてね、あの受験だって落ちたっていう体にしてそもそも受けてねえだろうっていう話で、あの流れでいくと今度2月の最初、このなんだっけ2回目の司法試験だってさね、うん、まあそもそも受けずに、でも受けたっていう体にしてもらい、金積んで、で不合格発表だけやって、で帰ってくる、だからそのまま雇用されね、雇用し続けるわけにはいかないみたいな、まあなんかね、あの自ら退いたみたいな体でそれで、まあ、これ以上迷惑をかけるわけにはいきませんのでみたいな感じでさ、うん、で帰ってきて、じゃあどこに住むってなったら、多分あの渋谷邸にそのまま入れるかな、だってもうバレちゃってるわけでしょ、うん、なんかまた違うところにさ、こっそりこそこそで、お母さんもめでたく合流みたいな、そういう感じなんじゃないの、うん、そうするとさ、うん、あの辺界隈だから麻布とかかな、高輪とかになるのかな、高輪とかだとほらなんかちょっと縁がある場所ありそうじゃん、うん、ちょっとわかんないですけどね、それともそれで言ったら赤坂とかになるのかな、うん、なんかな、うん、あのマンションにそのままもう一回入るってちょっと考えにくいんだよな、うん、まあいいんですけど、どうなるんでしょうね、どうなるにしろね、うん、ろくな結果にならないとは思いますけども、そうはね、そうは甘くはねえぞっていうのをちょっとね信じてるしょうがないですけど、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。